皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？皆さんは、これさえなければよかったのに、そんな風に感じることってあるでしょうか？テレビのディレクターとして働いていた長谷川和夫さんは、わずか39歳の時、肺がんステージ4の診断を受けて、余命10ヶ月という宣告を受けたそうです。肺がんはがんの中でも最も死亡数が多く、ステージ4と診断を受けた人の半分が約1年以内に亡くなっているのだそうです。もしこんな告知を受けたとしたら、その後の人生を皆さんならどうやって生きるでしょうか。いろいろ考え悩んだ末、長谷川さんは自分が納得をして治療を受けることが大切だと考えるようになりました。でも納得できる治療といっても、当時の長谷川さんには知識がなくて何が最善なのか全くわからない状態だったんです。そこで、まず辛い自分の気持ちをコントロールしながら、たくさんの専門家、15人にも及ぶ専門家のセカンドオピニオンを聞くことにしたんだそうです。一般的に肺がんのステージ4では、手術や放射線は体の負担が大きい割に効果の少ないことから行わないというのが常識なんだそうです。でも、様々な専門家の話を聞いた長谷川さんは、普通なら行わない肺の切除の手術を自分が納得した上で受けることにしました。その結果、手術は無事成功して、仕事にも復帰することができたんです。ところが、手術からわずか2年後に、腹部に転移が見つかってしまいました。そして、仕事中に倒れてしまうという事件も起こり、仕事も続けられなくなったそうです。もうこれ以上使える薬もなくて治療法もない、打つ手のないどん底の中、そんな時、長谷川さんが始めることにしたのが肺がん患者の会だったそうです。患者の会を始めた理由は、同じ肺がんの人の役に立ちたいという思いとともに、患者みんなで情報を共有することで、もしかしたら自分を助けてくれる方法も見つかるのではないかという思いもあったからだそうです。つまり、打つ手がなくなったどん底の体験をしたことが、患者会が始まるきっかけになったということだったんです。私たちはどうしても過去に起こったことで悩んだり、誰かと比べてくよくよしてしまうことってありますよね。でも、長谷川さんは言います。私は自分ができることにフォーカスしてるんです。私は思いのを持つことはできないけれど、デスクワークなら私にもできます。この患者会が始まったことで、たくさんの方が助けられて、自分の納得できる生き方を選ぶきっかけになっていったそうです。2016年に長谷川さんは、世界肺がん学会で今後の治療を変えていく5人の患者の1人に選ばれ、ペイシェント・アドボガシー・アワードを受賞されました。また最近では、日本で初となる患者提案型の治験が実施されて、今まではその薬を使うことのできなかった人も使えるようになっていくために、道筋を作ることになったのだそうです。すごい人ですよね。自分には同じことなんてとってもできないと感じられている方もいらっしゃるかもしれません。でも長谷川さんは言うんです。
私たちは行動を起こそうとするとき、つい周囲と比較して、あんなにできないと思いがちです。でも、まず自分に中心を据えて、自分には何ができるのか、心身の負担になりすぎてないかと心に問いかけながら動いてみてください。長谷川さんが大切にしているという言葉があるそうです。それは、悩むな、考えろという言葉だそうです。悩むというのは、同じところをぐるぐると回っている状態。でも、考えることで何らかの結果が導き出せて、一歩踏み出せるようになると言っているんです。確かにそうかもしれないですね。余命宣告を受ける、そんな大きな問題を抱えながら、なお自分の納得できる人生なんて送れるんでしょうか。でも、長谷川さんを見ていると、それは可能なように思います。私たちは自分の人生で時計の針を戻して違う人生を選ぶことはできないかもしれないけれど、迷いながらでも、立ち止まりながらでも、その時その時一生懸命考えて、自分が最善だと思うことを選ぶことができたなら、それが自分が納得できる人生を歩んだということなのではないでしょうか。今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。では。